戦ってよかったなっていう感謝とは言葉が違いますけども、今野球をやってるのもあのホームラン、あの試合があって、高めのまっすぐをもう狙って振り抜きました。でポール際だったんですけど、まあ、審判が三塁、腕を回したのを見てホームランと分かって、その時はもうだいぶ興奮してベンチでも叫んでましたね。レフト大きい。まあ実際映像を見ても際どい判定ですし、まあ、そういう意見もあるので、まあ、それはそれでしょうがないのかなって。試合が終わった後に、高校の監督の関口先生から、まあ、あれはこの先誰に何を言われようが最高のホームランだったっていうのことを言われたので、それで僕の気持ちもすごく楽になって。まあ、結婚式の祝電が来たんですけども、まあ、僕が頼んだのではなくて僕の上司の人でが、いや素直にびっくりしました。嬉しいよりびっくりが来ました。はい、そうですね、今までもう 何十試合何百試合ってしましたけど、やっぱあの時の一戦はもう過去に一番ぐらいの思い出になってますし、で今野球をやってるのもあのホームランがあってあの試合があってだと思ってるんで、僕にとってはすごい思い出の試合ですね。やっぱ威圧感すごいですし、うん、まあ、どこ投げても、うん、打たれるような感じしかしなかったんで。大谷の打球ライト後方、伸びていくか伸びていくか、どうだ、入りました。まあフォアボール出すよりか、まあ打たれてもいいやと思って、なんとか頑張ってコースに決めようと思ってスライダー投げたんですけど、まあそれが結果インサイドやや高めに、うん、行って、まあ、ね、本人もううの難しい球とかっては、はあ、言ってましたけども、正直なとこね甘かったんで。速報が、ね、出てるんでまた打ったとかってなると、やっぱわすごいとかって、うん、なりますよね、どうしても。はい、向こうも大活躍して一生懸命頑張ってるし、まあ、自分は自分で今ある仕事をいかに有意義にできるかっていうのを考えながら仕事やってますし、大谷君も、まあ、打たれはしたけども、やっぱり、ね、全力でぶつかってくれたっていうのは戦っててすごく感じれたので、まあ光栄だなと思いつつも、やっぱり戦ってよかったなっていう。腕は私が今まであった中で一番ですね。あまり本人の前では言いたくないんですけど、一番綺麗だと。ありがとうございます。